たびの福島第一原子力発電所での事故の発生に伴い、国においてエネルギー政策などの見直しが行われることとなりましたことから、この埋め立ての目的である原子力発電所の立地自体が不透明な状態になっております。このことによって、私は公有水面埋め立ての前提となる土地利用計画についても実質的に不透明となっていると